回のテーマは子供の頃です。話してくれるのは桜井真理子プロです。よろしくお願いします。お願いします。プロ歴10年、強気なボウリングが魅力的な桜井プロ。桜井さんはどんな子供だったんですか？はい、小さい頃、小学校の生の頃は外で遊ぶのがすごい好きで、はい、鉄棒とか、登り棒とか、もういろんなことしてたんですけど、アクティブ、はい、そうね、お母さんが女の子のようなそのフリフリとか、レースとかの服を着せたがるんですけど、全部汚して帰ってくるので、そうね、それほど外でずっと遊んでました。すごい活発だったんですね。そうです。ちなみに運動は何かやられてたんですか？基本的に運動が好きだったので、陸上が好きだったんですよ。陸上の競技が好きだったので、それはなんかやってました。じゃあ足速かったりするんですか？速い方だと思います。はい、はい、桜井さんは子供の頃の夢は何ですか？はい、幼稚園の先生とその陸上の選手になりたいなと思ってました。プロボウラーはいつ頃になりたいって思ったんですか？19歳の頃にボウリング場でアルバイトをしたことがきっかけでなりたいと思いました。それまでは1回もボウリングしたことがなかったので、はい、今子供の頃の自分に何かメッセージを送るとしたら何て言いますか？ボウリングってジュニアの子もたくさんいると思うんですけど、その頃にしてみたらどうだったのかなと思うので、ちょっと1回ボウリングをしてくれって言いたいです。子供の頃は活発で元気な子でした。